pobres amas, las que tienen que sufrir. イタリアと比較するとスペインは店内での飲食ですとか、乗り物に対してグリーンパスを提示を求められることがなかったですね。イタリアは田舎でも、どんな小さいレストランでも、グリーンパスを求められましたけれども、スペインではそういうことがありませんでした。マドリードでね、どういう感じになるのかという感じですけども、はい、まあ国内線イビザ島からマドリードだったんで、今回も、陰性証明グリーンパス、求められることはありませんでした。市内に行きたいと思います。バルセロナは結構何度か行ったことあったんですけど、マドリードはあまり来た記憶がないですね。実質初めてな感じになると思います。もう5時半ぐらいですね。皆さんご存知でしょうか。このマドリードには世界三大と言われるような博物館、美術館があるということで、一つがプラド美術館なんですけれども、通常であれば14から15ユーロぐらい、入場料チケットかかるんですけども、なんと6時以降は無料になると、閉館まで。プラド美術館に着いたのはいいんですけれども、無料入場も事前予約が必要ということでした。なので今日は見れません、残念。まあ、多分コロナで入場の制限をしてるんでしょうね。人数を、まあ、コントロールしてるということでしょう。まあ、なので6時から夕方8時まで、本来無料入場なんですけども、まあ、そこもブッキングが必要ということで、明日以降、はい、予約したいと思います。
まあ、なんとも綺麗で気持ちのいい街ですね。思った以上に綺麗。さすがスペインの首都。なんとも洗練された雰囲気。このね、大きな公園もね、素敵ですよ。居心地のいい街だな、印象としては。なんか治安もなんか危ない雰囲気がないし、小さな子供とかもね、まあ、もちろん親子連れですけど結構まあいたりとか、なんか平和な雰囲気ですね。のお店がネットではオープンしてるはずだったのに、行ってみたら閉まってたと。魚介盛り合わせをね、食べようと思ったんですけど、まあ仕方ない。宿の近くの、バルで食べます。アボカドとカニのサラダ、サーモン、悪くない。さて、イベリコ豚のグリルを頼みました。イベリコ豚ね、行ってみましょうか。まずは何もつけず、うん、まあイメージ的には豚トロみたいにちょっと油に特徴があるかなと。意外と淡白で油の旨味がある、コントロの感じがしますね。比率的に油の比率がね、このソースをつけて、ああソースをつけるとね引き立ちますね。美味しい、うん、